青春基地は中華民国の経済学者。2017年現在は、再政権、来期与野内閣の下で行政院副委員長を務めた。過去には2006年から2007年の間、京テラシ勝の公認として、金融監督管理委員会主任委員を務めている。2016年には、台湾省政府主席と政務委員を兼任した。また同年に、 台湾証券取引所当事長にも任命されている。セは1978年に、婦人カトリック大学に手学士を、1980年に、東レ大学に手修士を、1984年に、国立台湾大学にて博士をそれぞれ取得している。学生時代には、1947年の2.28、事件を発端とする政治的弾圧。 白色テロに抗議してデモを起こした。大学院終了後は中央研究院にて研究を行い、その後1998年から2001年まで公平公益委員会に勤務した。2006年7月には金融監督管理委員に任命、同年8月には主任委員に指名された。瀬の主任委員在任中に力派グループ参加の中華商業銀行が破産し、 取付騒ぎが発生、190億ュータイワンドルもの損害が生じ、最終的には政府が銀行を接収する事態となった。力派の騒動とは別に、カレンク中小企業銀行も破産を宣言し、委員会の管理下に置かれた。瀬は銀行接収を公表した直後の2007年1月12日に一連の力派危機の責任を取って辞任し、 公認の小勝正が就任するまで、長州連が職務を代行した。セは金融監督管理委員を辞した後、中央研究院の社会科学研究所に復帰した。2016年の総統選挙では、蔡英文の経済顧問に指名された。蔡が選挙戦で勝利する直前に、米中経済安全保障調査委員会は、セが、 再政権の金融顧問になる可能性があることを報告した。2016年4月には、再政権の首相、林明が瀬を政務委員に起用した。瀬は、経済政策や、情報通信政策、貿易交渉に従事した。2016年6月には、台湾証券取引所当事長に指名され、7月1日に就任した。就任後は、 個人投資家の投資主激策において一定の成果を収めたとされる。瀬は林鈴、明るの後任として2017年9月に行政委員副委員長に就任した。林明の後任として行政委員長に就任した、来木よ則が瀬を指名した。2019年1月14日で、蘇さ政内閣発足により退任。ありがとうございます。